ご無沙汰しております。ケイクマガワイズラディオ第39回でございます。今日はね、2021年12月2日、木曜日でございます。先日、週末にね、11月のあれは、28日か、ツーマンライブシリーズミッドナイトトレイン9両目、最終アットオリオブラックホール、というライブイベントに、派生参じて、演奏をしてまいりました。これはね、そのオリオにあります、ブラックホールというお店がね、その今年いっぱいで、その長い営業の旅を終えるというところでね、このブラックホールでブッキングもしていたそのシンガーソングライターの高橋プランクトンが、9月からか、8月からか、8月から全9本、ずっとプランクトンと、誰かというツーマンライブをミッドナイトトレインと称して、シリーズで続けてきたライブイベント、その最終日に僭越ながら、ケイクマガワ出演をさせていただきまして、演奏を見た方、あと配信見た方、そういう感じでございますね。見た方は、とりあえずなんか、ね、飲みましょうかね。今日は、こだわり酒場レモンサワーでございます。レモンサワーはね、サントリーのね、俺は、度数がね、いろいろ売ってるんですよ、これ。5度と7度と、あと9度かな。俺は7度が好きで、7度が一番バランスが、いいと思います。それでは皆様、お疲れ様でございました。人生いろんなことがございます。お疲れ様でございます。というツーマンライブをやらせていただくっていうことで、この間行ってきてね。前回のね、このラジオもね、前回いつだ、多分2ヶ月ぐらい間が空いていると思います。その間ケイクマガワは何をしていたのかと、あんまり変わらない暮らしを実はしていたんですけども、自由にやらせてもらっておりました。何もそのなんて言うんでしょう、心配いただくようなことはないですよ。至って、健康に、健康じゃないな、健康の、そんないい感じです。非常にいい感じ、非常にってこともないけど、なんとかなんとか生きておりました。その SNS 周りなんか、このラジオも含めて、特に更新したり、日々のいろんなことを
アップしたりみたいなことを全くやっていないので、なんでしょうね、まあその、心配いただくようなメンタルの持ち主であることは自覚はしているんですけども、もうねその辺はもう、なんでしょう、何を大事に、日々生活するかみたいな部分が、だいぶ、いい感じにね、目の前にあるものを大切にしながら、でそこを見る時の見方っていうんですか、視点っていうんですか、視座のようなものはね、一切変わりがないので同じように見ているんですけども、なんかね、大丈夫でございますよ。そうです。で、そのミッドナイトトレインのライブイベントを無事ではなかったんですけども何度か終わりまして、何しろね、このブラックホール、オリオのブラックホールっていう箱では世話になったのもありますし、それまでに経験したことがない経験をさせてもらった場所でもありますし、そしてたくさんの人と出会いがありまして、それはこれからも続いていきますので、そういうところで、自分が何をやるかっていうことは、これまでと同じくこれからも大きい意味を持ちながら抱えながらね、生きていく所存でございます。ミッドナイトトレイン9両目ブラックホールで、これは何どのくらいの時間やったのか、記憶がないんですけども正直申し上げると本当に記憶が途中から飛んでおります。で自分でその YouTube、 ブラックホールの YouTube のチャンネルにね、配信の模様残ってるんですけどもね、自分で見る勇気も、ないです。見ません、たくさんやりました、やってね、セットリストを長々と書いたんですけど、漏れもあるかと思います、そういう中でやってね、そうですね、ミッドナイトトレインっていうこのイベントタイトルは、そのオリオブラックホールのマスターでありますブラックボーイ、彼の歌のタイトルなんですよ。でその歌がもちろん俺は好きで、ね、オリオと言いますとね、やはりそのね、北九州、鉄鋼と、そしてそのジャンクションでありますオリオでありますからね、今駅もずっとね再開発が行われていて、あれは終わるんでしょうか、終わるのあれ本当にね、あのブラックホールに行くようになって2年3年ぐらい経つのかな、行くたびに駅前のこうね、工事中ですから通路がコロコロ変わるんですね、でその度にどっちに行けばいいのかわからなくなるんですね、そういう中でね、あのオリオの、ね、飲み屋街を通ると落ち着きを取り戻しつつね、川沿いを歩いてオリオブラックホールへ、行く日々が、ありました、なんでね、とにかくブラックホールのマスターブラックボーイにはね、新しいものの見方を教わりましたし、それは影響を、受けながらこれからも生きていくんだと思いますしね、そしてはたまたこの近年ずっとねブラックホールを支えていた、もちろん今回ね主催の、高橋プランクトン、彼がまず最初にね俺をブラックホールへ呼んでくれましたから、がありながらね、後見人のお三方ですね、東方の三賢者と呼ばれている千園さん、それから秀さん、それから塚さんね、またお目見えするのを楽しみに、しております。世の中ね、誰にだっていろんなことが起こります。その中でね、
何をどうやっていくのかは、俺は俺で、もちろんわがまま自由のための戦いはやらせていただきながらっていうところですよね。うん。そうで、28日先週の土曜日ですかね、ブラックホールでツーマンライブやってきました。そうでね、なんでしょう、いわゆるお客さんが入ってのライブっていうのは結構久しぶりだったっすよね。もちろん上限設けてみたいなことは、ね、違う場所でも、ライブはやってましたけども、うん、ブラックホールで久しぶりに無観客じゃない、うん、配信のみじゃない、ライブにも出させてもらって、うん、でね、懐かしい人たちと会ったりなんたり、しながらですね、実際なんか、ね、見に来てくれてて、久しぶりに会えて嬉しかったんですけど、それから福岡からもね、敬愛する岡村ボタンさんもね、見に来てくださっていて、でね、帰り電車だったんで一緒に帰ったんですけど、そう、岡村さんと一緒に帰ってね、岡村さんと話をしながら歩いて、でラーメンでも食べて帰りませんかって言って、でもね、もう夜中12時過ぎてましたからね、日曜日の夜だったんだ、ライブ土曜日だ、うん、日曜日の夜の博多はあんな感じなんですね今、ずいぶん行ってなかったんでね、お店がやってないんですね日曜日の夜は、でしょうがなく松屋でご飯を食べて帰りました。いやー、助かりました。ありがとうございます。寂しかったので、岡村さんに、救われました。そういう日を過ごしてね。そしていよいよもうね、月をまたいで12月になりまして、いよいよでございますね。師走、今年も、終わりを迎えると。迎えるということは、ね、ブラックホールの最後の一月、というんでね、早速ね、今日は12月の2日なんですけども、今週12月4日か、うん、今週末の土曜日からブラックホールではその最後の、練習イベント、練習、プラクティスじゃなくて、毎週イベント、魂の揺らぎ2021ということで、ブラックホールで毎週土曜日に、ね、いろんな場所からミュージシャン、アーティストがやってきてライブをやるんだと聞いております。でね、俺はその基本12月はちょっとね、いろいろバタバタするような感じが、プライベートの方であるので、12月ってあまりライブをね、やらないんですけど、まあこれはね、ブラックホールですからね、最後になんとかはせさんじたいと思って、その魂の揺らぎ2021においては、第2週になりますね、今週の4日土曜日からその魂の揺らぎは始まるんですけど、毎週土曜日にね、昼間から、夜までやるみたいですよ。多分おそらく大変なことになるんだと思いますけども、その2回目、12月の、何日になるんだ、11日か、うん、12月11日にゲイクマ川はこの魂の揺らぎ、ブラックホールで行われる魂の揺らぎに出演します。うん、男らしいなと思ったのは、この最後のイベント魂の揺らぎは、無配信、配信をやらないと、いうように聞いております。うん、なのでね、ブラックホールでやるライブで配信があったのは前回のやつ、ミッドナイトトレインが俺も最後っていうことですね。だから何を言っても何をやってもいいんだっていうふうに解釈しておりますんで、この11日は楽しみにしていこうかなと思ってます。なんかね、そっちの方はいろんな人が入れ替わり立ち替わり歌を歌うので、時間は短いと思うんですけどね。お時間あります方、これ、いや、観客入れるのかどうかさえ俺知らないんだけど、
なんかね、なんとかしてください。はい。ありがとうございます。ね、そうね、ラジオも、ライブも、何もかもだね、音源も、なんじゃかんじゃ、ねえ、停滞しているというのか、何なのか、いろいろありますけども、何しろ、そうね、近況という意味で言えば、あのね、コロナがあったでしょ、で、今も新しいオロナミン C 違う、なんかあるでしょ、新しい株が出て、オミクロン、何しろ、感染症というものが起こって、パンデミックが起こって、いろんなことがね、ネットでも、リアルな場所でも議論になっていたりするかと思うんですけど、俺ね、最近思っているのは、なんかね、ちょっと日本がすごく感染者数が、新規感染者数が激減して、今すごく落ち着いている状態ですね。こっから先またどうなるかわからないということはありながらも、で、コロナの間にたくさんのライブイベントなんかが中止になったりしたじゃないですか。で、その振り替えで、感染者数が減ってきたら、それがまた振り替えであったりなんかね、いろいろで、その中で配信っていう方法でライブをやる、箱がね、だったり、そういう無観客で配信ライブをやるだったり、音楽を発信する側も、SNS だったり、ネットだったりっていうものをいかに使って、表現をやるか、みたいなことを、みんな考えたり、実践したりしてたと思うんですよ、この1、2年間で。その中で、考えますね。今、俺考えてるのは、これがね、1年ぐらい前は、コロナがいつか収束して、みんながまたライブイベントを楽しめるようになる。みんながそれを見に行って楽しむことができるっていうような風になった時に、やってることのクオリティっていうんですか、音楽のクオリティが、そのコロナより以前と同じようにやってちゃダメだろうってまず思ってたんですよ。1年ぐらい前かな。多分ラジオでそういうことを言ったことがあると思うんですけど。でね、そっからまた時間が経って、最近その冒頭言った感染者数が減って、いろいろ野外イベントとかさ、ライブツアーなんかもね、著名な、ミュージシャンの、お偉い人たちがね、おりゃっつってツアーを やってるでしょ今、で、大いに結構なことだと思うんですよ。ただね、俺リアリストなんで、それとはまた、はたまた音楽、なんつったらいいんだろうな、こういう俺のような、インディーミュージシャンっていうんですか、インディーミュージシャンにも慣れていないような、バスへの、新しい興味、人間の興味の使い道として脱落していくような感覚が、強く思っていて、なんつんだろうな、それは俺だけじゃないですよ、
要はほら、例えばね、テレビなんか見てると、これからね、今感染者数が減って、で12月で忘年会シーズンだって。でだけどコロナでこうね、1、2年過ごすうちに、そういう飲み会とかさ、会社の同僚と、飲む席を設けるみたいなことが実はいらないんじゃないかって気づいちゃったみたいなことを言うでしょ、テレビが。と同じことが、いろんな場所で起こっているという、感覚があるので、つまりその音楽のクオリティだけを上げるのでもまだ足りてないんだなっていう懸念があって、それはだから、あの、人によりますよ。それはあの、なんだろうね、ノルマを払ってライブハウスに、出る、でそこで見てくれた人に、いいと思ってもらえるような演奏をするっていうことが目的の人は全然いいと思うんですけど、うん、俺欲張りなんでうん、なので、あ、ちょっと、うん、もっと強いことを、うん、強い、面白いことをもっとやんなきゃ、やりたいんだけども、面白いことをやる、今までライブ活動を今までのペースで続けていく以上の準備をする時間がない、うん、っていう、その現実的な、ところで、うん、だからね、まあ、結局やると思うので、そう、その時にね、なんかその、俺思ったんだけど、なんかね、なんだろう、もう SNS をあんまやってないのも同じ理由で、なんかね、一挙手一投足の反応はもういいやと思って、俺のね、多分で、逆もそう、人の一挙手一投足はとりあえずいいやと思って、うん、やっぱね、なんだろうな、うん、すごい人ってじっと眺めてなくても入ってくるじゃないですか、うん、それをやりますっていうだけです。それをやります。中間で、またしばらく、うん、まあね、来週またライブやって、来年、うん、そうね、いろいろどうなるのか、今年は早かったよ、なんかね、あっという間だった。うん、忙しかったからっていうよりも、なんだろうね、なんか、なんだろう、うん、もったいないでもないし、無駄にしたでもないし、まあ多分今の俺の等身大の時間の流れ方だったんだろうね、うん、多分ね、そんな感じで、またそのうち、うん、そうね、しつこく考えながらやっていきます。K 熊川でございました。皆様、うん、そうね、良いお年を迎えられるよう、今しばらくバタバタ、そうね、12月は大変だよ、大変です。みんなで生き延びましょう。ああ、well, well, well. K 熊川でございました。わからない心のまま、まず